はい。で、しっかりと筋肥大をするようなトレーニングができたので、えー、通常通り、えー、我々、強収縮って言うんですけども、えー、足をドンって着した時に、き、え、に、ー、まあ、しっかりと、えー、手動筋ね、ね、えー、大体手動筋、ねえー、が力が入って、で、えー、ハムストリングとかね、しっかり支えられるって状態を通常で作って、もしかしたら通常の人であれば、これで復帰はおしまいですよね。 復帰の基準その1は、通常生活で十分な人は通常の動作でおしまいです。ただ、この人の場合は、ね、狭いとこに入ってね、えー、ね、もう1メーターぐらいのとこに入って、で、細かい作業を1時間近くできると。ね、そういった無理な体制でも、しっかり膝を支えられて、で、仕事を遂行できるっていうようなのが、復帰の 基準です。ちょっと面白い話があるんですけどね。女子サッカーね、日本代表選手の復帰話、もう結構前なんですけども、2015年ですね。で、その前、2014に私は、あのー、その選手を見たんですけども、リハビリを一緒にやったんですけども、2013年、12年ぐらいからですね、えー、もうその選手が動けないとなかなか復帰できない。まあ最初のスタートは、 右膝の半月板損傷でっていう話で、でね、ちょうどその時にね、筑波大の後輩で、安藤小瀬選手をあのリハビリをしてたこともあって、えー、話は聞いてたんですよね。なんかなかなか治んないっていう話を。 で、あの、普通の半月板損傷であれば、えー、ね、えー、2ヶ月ぐらいとか、短いければ普通に、ね、えー、治ったりとか、まあ、水平にね、割れちゃったっていうね、知識ある方、えー、知ってると思いますけど、それね、保護して、塗って、そっちだと半年ぐらいかかるのかなえー、なんとその子はね、2年近くもプレーができてなかったんですよね。復帰しては再発する、復帰しては再発するみたいな、サッカーで求められる強度、量、負荷、 に、えー、まあ、到達しない前に復帰をさせちゃって失敗。それがね、3回通じたのかな。2回ぐらい頑張って、そんで3回目に、えー、もう、所属先がなくなってたので、えー、とはいっても、二千その前の大会ですよね、2011年ぐらいかな。ドイツでやった大会で、あの、世界一になったんですよね。えーでじゃ カナダのチームで、えー、ぜひね、撮りたいみたいな話になったときに、えー、まあ、トライアルでこう参加し,したら、まさかの、また再発したんですよね。でそこから今でも覚えてますけども、えー、空港から電話が急に来て、明日行くからとういうことで、まあ、十何時間かけて戻ってきたら、えー、慣れたから直行して私にとこって来たと。はい。 で、私が最初に見たのは局所で、まあ水が出てる出てないっていうね、関節の中に損傷あるのかな、いのかなっていうところから始まるんですけども、意外と水はなかったんですよね。で、ただやっぱ長期間も2年近く何もやってないっていうので、片足で着地したら膝が揺れちゃうという状態です。 ね、えー、そうやってやったら大丈夫なんですけども、もうちょっと、あの、ジャンプして着地でグラグラグラってしちゃうと、あるいは、あの、膝がすごい内側に入っちゃう。そういった状態だったんですね。えー、局所的には本当は、あの、強度が、あの、あるんですけども、一回半月板損傷をして、復帰しようとするときに、まあ、こうやってグリグリね、あのー、ひねり回すような、膝の動きに耐えられないんですよね。はい。なので、 うん、まあそこの強度を戻してあげないといけないっていう非常に難しい、いまあ課題ですよね。それができる限り、ね、多少こうグリグリしないような通常のこういったね、まっすぐな屈曲進展の動きにフォームを強制しようというようなね、作戦を立てて、で、ただ代表選手ですから、それしがらみがすごいんですよ。で、 しがらみが強いので、えー、マネージメント会社、エージェント、えっ、ー、と、代表チームですか、のう、まあ、維持委員というか、チームドクターですよね。当時ね、えー、膝の第一人者の一人であるね、あの、京都、京都の病院の原先生ですね。ある意味公的な人ですよね。えー、日本代表の面めん見てる人に誰でも話ができるかって言って、そうはいかないんですよね。ここもう時効だと思うんですけども、 うんー、ジの中に喫茶店があるんですよ。一般の方も開放されて、ね、職員の方も食べに来るようなとこがあるんですけども、えー、そこで、偶然隣になったんですよで。なるわけないよね。あの、なるようにしたんですよね。はい。で、そういう状態で、隣が、はじめまして、つっ,って、で、私、こここういうものです、つっ,って、で、今回本人から、えー、ま、問い合わせがありまして、って言って、えー、自己紹介しながら、 えー、今回のところ、あの、リハビリを、あまあ、頼まれたんで、えー、もしよかったらやってもいいですかっていうようなね、あの承諾もらうというかね。また代表選手であれば、協会指定の、あの、ジスとかに行くんですけども、ジスでも一回やってるんですよね。まあ、協会側も、あるいはジス側も、うまあ、お手上げとは言わないですけども、結局自分たちのところで、うまくリハビリが完成しなかったというのがあったので、 それもあって、で、OK が出たんですよね。まあちょっとね、やっぱ筑波大って名前も、あの、使えたのも大きいですね。で、実際筑波大の、あの、医学部、あるいはあの体育学部のところをうまく巻き込んで、場所はじゃあそちらでやりましょうと。 おーいうところで、で、許可をいただいて、えー、やっていくんですけども、フォーム矯正はちょっとアンタッチャブルなとこがあるんですけども、よくあるね、野球の選手だったり、え、プロゴルファーのスイングとかね、皆さんね、気軽にいじろうとするけども、いじると調子は落とすことがほとんどですよ。ね、それまで何年間もかけて、こう、積み上がった、え、動作、それこそ脳のイメージもありますし、 え、ね、こういった、あフォームを言いると、場合によっては結構な率で、えー、パフォーマンス落ちます。はい。だからかなり理にかなって、えー、絶対もうこれは良くなるはずだ、みたいなとこで、えー、確信が持てるなら、途中経過をこうしっかり評価して、確実に前よりも良くなるっていうのを追っかけながら、えー、フォームに手をつけるっていう覚悟をした方がいいです。 そういったところで、S 選手の内股にこうね、全力でやるのを直していくんですけども、あすごい大変です。ゆっくりであれば、ゆっくりまっすぐやってんで、意識していると。で、それがだんだん速くなると、少しこうやって巻いちゃうみたいなの繰り返しなので、で、砂場に行って、しっかり足をまっすぐ後ろ向けてね、あの、通常もういつもこうやって、あの、ま、彼女のまっすぐは、外側にこうやって蹴るっていうような、あ跡がつくんですよ。ね。 で、それをね、ね、えー、骨のね、形だけとか、筋肉の動きだけってやると、感覚はね、それこそ脳に残ってるので、まっすぐこうやって動いてるつもりでも、蹴り足は結構こうやって外に蹴っちゃうんですよねで。そういうのを一つずつできるだけ直してって、で、本当にね、アライメントっていうんです関節の並びをピッターっていうところまでも、当然あの戻んなかったですけども、 でもそうやって少しでも負担を減らしながら片方で、どんどんね、あの、まあ、関節がこうやってぶつかる回数を多くして、で、これが多くなってくるとね、こうやってどん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 強くしていって、強くしていけば、えー、ね、ちゃんと休息と栄養があれば、えー、ま、コラーゲンがちゃんと増えて、強くなってきますね。人体とか、えー、ね、そういった軟骨とかは強くなりますからね。で、プラス、 ちょっと、ね、膝の場合、回線が入ってきますので、こうやってひねる動作を入れると。で、さらに難しいのが、ね、硬、えー、いの先っぽの、ね、足のところでボールを扱うの、そこにボンって当たる、う、てこの元になる膝ってすごい衝撃なんですよね。はい。だから最初、あのー、彼女は怖がるわけですよ。で、半月板損傷と私が見つけたのは足首グラグラだったので、 あの、大体からこうしたね、飛骨と頸骨の、ここの関節が脱臼しちゃうんですよね。それ見つけたんですよ。で、脱臼しちゃうから、脱臼しないようにいい、ここ固定したらどうと思ってお医者さんに聞くと、ね、まあ、屈、低屈って言いますけども、まあ、曲げ伸ばしするときに、微妙にこうやって動くんですよね、外が。で、それを止めちゃうと、反対にここの飛、えー、骨の、 呃、広骨折を起こすと。いうことで、ここは動かさざるを得ないと。動かすっていう、プラス、ボンって蹴った時に、あの、すごい足首の緩い子なので、足がこう、ひっくり返っちゃうね。あの、普通だったら内反捻挫したいような、えー、とこまで行くと、えー、ね、飛骨を下の方に引っ張って、それで脱臼しちゃうんですよね。それがめちゃくちゃ痛いって言ってましたけども、まあ、それを、うまあ、鍛えないといけないって言って、 で、まあ、衝撃をどうやってね、もっと、あ頻度多く、うん、ね、限界ギリギリですよ、ただ、頻度多くって言っても、私が、まあ、引き受ける時にもう考えてたのが、えー、そこの関節表面の軟骨とかに向かって、ね、まあ、関節は人体も含めてですけども、関節のところを強くするのは、えー、まあ、腎臓とか、で、石砕く衝撃波、ね、衝撃波の装置をそこに使うと、ね、 で、それのアイディア出たけどもね、それ処方をね、えー、許可してくれるドクターの協力がいるので、そこをやっぱりね、最初に、いいまあ、こういうふうな状態で、で、仮説としてそこの部分を強くしたいと思うんだけども、まあ、衝撃を与えると、だん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 強くなるっていう、まあ、そうだなっていうね、あの、ドクターもね、すごく分かった人で、で、それで、アントラーズのチームドクターだったお医者さんで、私の筑波大のね、先輩だったんですよね。 で、筑波大のいいところは、医学部と体育学部がこうあって、医学ね、医師目指すっていう6年間のコースで、4年間そこに滞在して、あの、一生懸命、えー、医者の勉強をしてる合間をちゃんと出てっていう人が、時々いるんですよね。でまあ、その方、えー、筑波の育成かなあの、サッカー協会の偉人員の中でも、もうナンバー2、ナンバー3のような偉い方で、まあ、すごく昔から知ってたので、筑波大の サッカー部の部長をしてたタイミングだったので、相談したら、お土屋、やってみよう、みたいな、すぐ対応してくれましたね。